習近平国家副主席、鳩山幸男内閣総理大臣、天皇特例会見とは、天皇が特例で、外国要人などと会見すること。ここでは2009年12月15日に行われた、天皇と習近平中国国家副主席との特例会見を中心に記述する。なお、副主席との会見は通例、陰剣と呼ばれる、宮中公務であり、外国元首、王族との、 会見ではない。また、会見、陰見は、天皇の国事行為ではなく、公的行為であるとされる。天皇の行う行為については、憲法上の規定がある国事行為やそれ以外の、純国事行為ないし公的行為などがあり、国会開会式におけるお言葉の朗読などが、公的行為に挙げられる。海外用人の接遇は、憲法上に規定された国事行為ではなく、 公的行為に相当する。天皇の公的行為を容認するか制限するかについては憲法学上の議論があり、容認する立場については天皇の行為が無限定に広がっていく恐れがあり、国事行為以外の天皇の行為について内閣の統制のもとに置こうとする意図から出ているものであっても現在では天皇が独創する危険性よりも内閣が天皇を政治的に利用する 危険性の方が高いとの意見がある。本件、特例会見においては内閣による政治的利用に該当するかどうか、公的行為の性質についてが主な論点となった。中国政府は1978年に訪日した、党昌平副首相、1992年に訪日した中国共産党中央委員会、総書記公拓民、1998年に訪日した、 国家副主席古近東は天皇と会見していたことから、州国家副主席の訪日に際しても同様の会見を求めていた。日本の外務省は中国政府に対して早く申請を行うよう促したが、1ヶ月前までに申請する慣例には習わなかった。中国側の報道には日本の外務省から区内庁への申請が遅れたとするものもある。日程調整は、 水面下で行われていたが、12月11日に、ハケタ区内庁長官が、経緯について、記者会見で公にしたことから注目され、同14日に、小沢民主党幹事長が、同長官の対応を批判したことからメディアで大きく、取り上げられ始めた。なお、1ヶ月ルールに定触する、願い出案件については、起点総括官から指揮部官へ、 下級的速やかに打電するようにとの通達を、宮内庁は平成16年2月3日に言っている。2009年12月11日、ハケタ内庁長官は記者会見で政治的利用じゃないかと言われれば、そうかなという気もする。現憲法下の天皇のお務めのあり方や役割といった基本的な事柄に関わることだ。国の間に懸案があったら、陛下を、 打開役にということになったら、憲法上の陛下のありようから大きく狂ってしまう、政治的重要性などにかかわらず、平等に外国と向き合うのが、陛下のなさり方、心苦しい思いで陛下にお願いした。こういったことは二度とあっては欲しくないというのが私の、切なる願いだとなどと表明した。岡田克也外相、小沢一郎民主党幹事長区内庁長官の反論。 編集小沢民主党幹事長の反論編集安倍晋三元首相日本国外における報道編集天皇陛下の政治利用検証緊急特命委員会編集前原政治国土交通省2009年12月16日自民党は天皇特例会見が開かれた経緯を検証する天皇陛下の政治利用検証緊急特命委員会を発足させた新 保守政策研究会、編集自由民主党議員が中心となって、構成するも参加している新、保守政策研究会は、日本会議国会議員懇談会と、新党政治連盟国会議員懇談会とともに、鳩山内閣の総辞職及び天皇と習近平の会見中止を求める決議文をまとめた。自由民主党見解、編集2009年12月18日、 自由民主党として、鳩山内閣、民主党の憲法認識を書いた政治判断を厳しく求断するとの見解を発表した。先期新元中国外省区内庁と外務省の間では、各国要人が天皇との会見を希望する場合には、天皇の日程調整を円滑に進める目的で、当日の1ヶ月前までに文書で申請するように取り決めがなされており、これを 一ヶ月ルール、または、三十日ルールと呼称している。一ヶ月ルールは、1995年に、鳩山幸男が新党先駆け代表幹事時代であった、自社さ連立政権の時に、区内庁法第2条に基づき、区内庁式部官庁より、外務省議店長への要請願いとして、同年3月13日、区内式発、 第403号として文書化されたが守られないことがあったため2004年に天皇明人が主要適質手術を受けてからは健康上の理由からも厳格に適用される要再度区内庁式部官庁より外務省議店長へ同年2月3日区内式部発第127号として文書にて依頼され以後国の大将や 政治的重要性などに関わらず厳守されるようになった。また、日本の在外大使館や各国の在日大使館にも厳守が通知された。2009年11月14日に行われたバラク・オバマ・アメリカ合衆国大統領の会見に際しても遵守された。1ヶ月ルールが厳格化された2004年2月以降の天皇との 会見希望件数は年間30から60件で推移し、2009年12月現在まで250件に達している。区内庁は2009年12月15日、首相官邸からの求めに応じ、希望国からの申請が会見希望日の何日前に行われたかについて調査を開始した。2010年2月15日、平野博文官房長官は衆議院予算委員会にて、 2003年以降、1ヶ月ルールに合致しなかった例が6件あると答弁した。一方、宮内庁側は1995年にルールが作成されて以降、1ヶ月ルールに合致しなかった申請が、習近平中国副主席以外に、計22件あったとしながらも、天皇の体調などを考慮して、外務省に1ヶ月ルールを厳格に守るよう、 要請した2004年2月以降は1件のみであると説明している。2005年2月16日に行われた天皇と太陽国上院議長との会見の申し込みは1ヶ月ルールに1日不足している状況で行われた。この時はスマトラ島沖地震及び地震による津波のため大国内に大混乱が生じていた。 申し込み時点で、越権予定日まで1ヶ月を割っていたが、大国内の混乱状況を鑑みて、例外的に許可を出したとされている。2010年2月25日、政府は外国要人との会見など、天皇の公的行為に関して、鳩山内閣がまとめた統一見解を公表した。これは、2010年1月21日の衆議院予算委員会での自民党、 谷垣定一総裁の質問を受け、民主党、加野道彦予算委員長が公的行為に対する統一見解を出すように要請し、平野博文官房長官が政府見解を出すと表明していたものである。この政府見解では、天皇陛下の公的行為の範囲について、公的行為に当たるか否は、統一的なルールを設けることは現実的ではないとして、 個々の事例に属して判断するとの見解を示した。また、公的行為の責任は内閣が負うと指摘。これまでの国会答弁で第一義的に宮内庁が責任を負うとしてきたことには触れなかった。そして、公的行為に関する統一的な見解は困難として、天皇陛下の政治利用を防ぐルールは示さなかった。統一見解は以下の通り一。 いわゆる天皇の公的行為とは、憲法に定める国事行為以外の行為で、天皇が象徴としての地位に基づいて、公的な立場で行われるものを言う。天皇の公的行為に、二、天皇の公的行為は国事行為ではないため、憲法に言う内閣の助言と承認は必要ではないが、憲法第四条は、天皇は国政に関する機能を有しないと規定しており、内閣は、 天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っている。三、天皇の公的行為には外国品格の接遇のほか、外国ご訪問、国会開会式にご臨席になりお言葉を述べること、新年一般参賀へのお出まし、全国植樹祭や国民体育大会へのご臨席などさまざまなものがあり、それぞれの公的行為の性格に応じた適切な 対応が必要となることから、統一的なルールを設けることは、現実的ではない。4. 従って、天皇の公的行為については、各行事等の趣旨、内容のほか、天皇陛下がご臨席等をすることの意義や、国民の期待など、様々な事情を勘案し、判断していくべきものと考える。5. いずれにせよ、内閣は、天皇の公的行為が、 憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っており、今後とも適切に対応して参りたい。平野博文官房長官が2010年2月25日に公表した統一見解に関し、記者会見で本来憲法で言っている概念からいく。自由民主党からの批判、編集日本共産党からの批判、編集民主党からの意見、編集。ありがとうございます。